小川さん、こっちで、こっちもお願いします。こっちで場所、こっちだとみんなで取材できますんで、はい、また今期もよろしくお願いします。場所ここだと一緒にできるんで、どうぞ。はい、新代表の掛け声も出てますが、いや、あの本人の気持ちはしっかりあるのはあるんですが、これは一人でやることではありませんので、あのちょっと状況をよく見極めて、着実な取り組みしていきたいと思っています。野党共闘は続けるというお考え、野党共闘は続けるというお考えで、それはちょっとまた、いろんな方の思いもあるので、ちょっと落ち着いてから、あのきちんと、これはあの、20人のハードルというのはそんなに低くありませんので、はい、それも含めてちょっと謙虚に、あ、総括した上で、はいはい、声を聞いた上で、はい、今回の任期というのは今までの議員生活よりもさらに特別なものになるかもしれません。あのそうしたい、そうする責任があるとは思ってますが、まあ、しかしあまり前のめりにならずに着実にと思ってます。今回の任期にかける意気込みをお願いします。いるね。いや、あの本当にこれは選挙戦通してさらに大きな役割とか責任を引き取って日本の政治をアップデートしていきたいという主張が確信でしたから、これを実践に移せるかどうか非常に厳しく問われる任期だというふうに思ってます。あの注目が集まったことで、はい、今までよりも、政治活動がやりにくくなったっていうことはないですか。まあ、例えば便所に行こうと思ってもおられたりとかね。待ち伏せがあった、非常に不自由だなとは思いますが、しかしまあ公明正大に公私ともにあの信頼に足りうる活動と思ってます、はい、あの真面目すぎることが弱点になるかもしれない、はい、と思われるんですが、よく自覚してます、はい、もう何事も長所は短所ですから。しかし今までの永田町日本政治に足りないものがあるとすれば、まさにそういう点でもあるので、この短所を強みに、新しい時代の強みにぜひしていきたいと思ってます。いいですか、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、おめでとうございます。真面目だな。でも呼びかけてここまで来てくれたんだけど、明かりください。